大野源一は、将棋騎士。騎士番号7、東京都台東区出身、永久在籍16期、君金次郎九段門下。東京出身だが、大阪の騎士、君金次郎のうちで死となる。同門の後輩には、角田光雄、増田光造、大山康春がいる。戦前は筆者党だったが、戦後の1947年に、 順位戦がスタートした際に、それまで二日制以上の長丁場が当たり前だった対局が持ち時間各7時間の追日制に短縮されたことから、居飛車と比べてあまり長考の必要がないとされる振り飛車を積極的に採用するようになる。この結果、江戸中期以降は、捨てれていた振り飛車をプロの戦法として復活させ、振り飛車名人の異名を持つ。マスダの向かい飛車。 大戦の島飛車に対して、大野は三軒飛車を得意とした。彼の戦法は後に、大内信行、近藤正和らに受け継がれていると言われる。十四世名人、木村義雄は、当時は格道を止めた上に行って使って飛車を振るため、主勢になることが好ましくないとされていた、振り飛車という不利な戦法を研究の上で、得意戦法として、永久順位戦に返り咲いたことを評価した。 大野の振り飛車の裁きは高く評価され、弟弟,弟子の増田幸造も、大野さんの裁きは、日本一だと絶賛。大山康春は、受け一方ではなく、攻める振り飛車だから恐れられていると評した。また、久保利明も、大野の気風に影響を受けたらしく、将棋年間のアンケートの、個人を含めて指したい騎士で、大野の名前を挙げている。当の大野は、振り飛車について、 美濃囲いが他の囲いに比べて固く、左翼を突破されても玉にはすぐには響かないなどの点が、裁きを心情とする自身にとってふさわしいと語っていた。1963年の永久順位戦で、塚田正夫と対局した際、塚田が大野の玉に大手をかけたにもかかわらず、大野は構わず、塚田の王に大手返しをかけ、塚田に、これ、もらっておくねと言われた間を取られてしまった。 1969年の B 級一組順以前、最終局で A 級昇級をかけて、米長国夫と対局する。その勝敗で昇級、高級どちらにも絡まない米長に対し、大野は勝利すれば、当時の A 級昇級の最年長記録を更新し、往年の大ベテランの A 級復帰として世間から注目された大一番であった。しかし米永、米長は自分にとっては、 消化試合だが相手にとって重要な対局であれば、相手を全力で任す、いわゆる米永哲学によって本気で臨み、大野は敗局、昇級を逃した。タイトル戦では、名人戦の挑戦者決定プレイオフで4度、敗退すると、タイトル挑戦に絡むことはなかったが、一般棋戦では1973年の王座戦で、決勝トーナメントを勝ち抜き、 62歳で挑戦権を獲得。中原誠大里との3番勝負は0勝2敗に終わった。1975年、関西将棋会館建設にあたって、建設委員長に衰退された。1979年1月14日、電車の踏切をくぐろうとしたのを失敗し、跳ねられ即死。去年67、5人兄弟の長男であり、 マッテイは、漫才師の明日純子、広ロの広ロである。ありがとうございます。